どうも皆さん、こんにちは。茶番部の抹茶です。今回は、カルト・オブ・ザ・ランプというゲームをやっていきたいと思います。はい。まあ、その通り、なんかカルトをテーマにしたゲームらしいです。このゲーム売ってんのかな？リリースは、まだされてないね。8月12日に登場予定の、Steam で登場予定のゲームになってます。はい、ということで、まあ、早速やっていきましょうか。操作方法も何もわからぬまま、これはちょっとデモ版みたいな感じで体験版的なやつですね。これからやっていきます。この子は主人公かな、羊ちゃん。設定見ていくか。パッドも対応してるんだね、ゲームパッド。なるほど。言語は日本語対応しています。いいですね。はい。ちょっと諸々の設定変わったので、早速始めていきたいと思います。プレイですね。ごぼう星？おぉ。まだ動かしたりはできないかな？あ、できるな。ほう。ファイヤー！かわいい。なんかちょっと悲しげな表情を浮かべてますね、この子。この羊ちゃん。とりあえず道なりに進んでっていいのかな？なんか、後ろからついてこられてるが。あー、でも良さそうだね。怖いぞ、この雰囲気。うわ、奥には。なんか、めちゃめちゃでかいやついるけど。宗教じみてるね、やっぱり。おお、さらに奥には、何これ、異形の者たちがいるが、ひざまずいて逃げとなる。こやつが最後の生き残りだな。他の子羊どもはすでに全員斬首済みだ。この逃げによって予言が実現する可能性は完全に消滅する。予言？鎖に縛られたあの異端者も未来永劫囚われの身となるだろう。そして古き信仰は守られるのだと。泣いてる。ここで、キラリしちゃうってこと？あ。これが、死後の世界。あ、動けるのか。なんか上でガチャガチャやってますよ。お？なんだなんだ？縛られてる。待ち受けし者、そう怖がるでない。お前は確かに死んだ身だが、我にはまだお前が必要なのだ。あの愚かな司教どもは、お前を殺せば我と出会うことがないと考えていったようだが、こちらとしてはむしろ好都合だ。お前に再び、命をやろう。もちろん代償は払ってもらうがな。はい、仰せのままに、はいかイエスでお答えくださいってこと。仰せのままに。帽子がふよふよ漂ってるけど。ほう。お目目が。ムービーか、これは。あ、羊ちゃんに帽子が被せられて。ゲームタイトル。おー。復活！うわ、ソードだ。戦えるんだな。こういうことだよね。回避もできる。このところか。この、生贄に必要なろうそく消してやるか。うえ。これまだあるんだな。なんか急に、なんか楽しいアクションゲーム始まったけど。道なりに進んでいけばいいんか。それで良さそう。おー、なんか普通に進めるんだな。ただただアクションゲーム風になってるよ。ネズム。わしはお前の敵ではない。わしの名はネズム。かつてはお前とお前同じ選ばれた器だった。かつては。お主を導けとのご命令でな。ここは非常に危険な古き信仰の地。なんか左目つぶれてない、この子。なんか左耳をなんか切れてるし、大丈夫か。わしがお前を導いてやろう。お主を導いてやろう。このまま森の中を進むといい。わしは常に近くで見守っておるぞと。
全部壊すよ。ほーん、これなんか地雷っぽいのない？気のせいかな。あ、トゲなんだ。うぃ、宝箱、コインが手に入りましたよ。インベントリーを開く。金貨、通貨、お金の概念も一応あると。なるほどです。なんか道が分かれてるね、二手に。手前に行くルートと奥に行くルートがあるよ。一旦手前から行ってみるか。よっ、ローリングで敵の攻撃を避けれるよと。はいはいはい。そしてまたコインが手に入ると。ありがたい話ですよ。なんか別に壊してもメリットないんかな、あんまり。さあ、じゃあ右のルートに行きましょうか。OK。まあ、ただただ道なりに進むルートになりますか。ほう、なんだここは。あ、ここで HP 回復しそう。さあ、奥に進んでいけばいいのかな。おー、いいじゃん。決定、ここ行きます。はいはいはい。あ、なんか閉じ込められてるよ。囚われてる。哀れな魂が生贄にされようとしている。あやつを助けるのだ。さすればあやつはお主の教団に入らざるを得なくなる。おー、偉大なる古き信仰の司教よ、この贄を受け取りたまえ。誰だ、我らの聖地に足を踏み入れ儀式を邪魔する愚か者め。うわー、いてえ。うぃー、倒しきったよ。あ、まだおる。なに、ちょっと待って、コントロールができない。お、よし、解放できたかな。わなわな震えている。助ける。え、助ける、今助けたって言うんか。なんかこう強化、教えを待つ信者ありって感じかな。強化を待つ信者あり。お、これか。いや、関係ないな。呪いとかもあるんだね。へえ、子羊。これ多分いろんなキャラクター使えるんだろうな、おそらく。きっと多分今救ったやつとかもきっと使えるようになるよ。ここまで来れば安全だ。よく成し遂げたなと。赤き王冠を持つ者はこの陣を使い、陶器地へと一瞬で手にすることができるワープポータルなんだ。この陣は廃墟と化した遺跡に通じている。そこがお主の教団の始まりの地。そこでまた会おうと。はい、教団に戻る。ワープ、なんか代償があるって言ってたのに気になるけどな。ヘリティクスディフィーティッド、異教の者たちを粛清した。お金がボーナスとしてもらえますと。倒した数かな。右下に書いてあるドクロマークは、左下は所要時間だろうね。で、これマウス使えるか。マウスは使えないんだ。なんかバッジみたいな感じのやつが手に入ったのか。まあいいや、ひたすら続けていきますか。続けるで。さあ、帰ってきましたよと。ほう、あ、上に行けって書いてあるね。ちょっと下向きになるけど、おるやん。これ助けたやつじゃない。この空き地は全てお前のものだ。このボロボロの遺跡がお主の教団の本拠地となる。まずはこの哀れな魂を強化するところから始めようか。信者は資源を集めてくれる。木材か石を集めるようこやつに指示してみるといい。出てきた。さっき救った子だね、この子は。教団に加える。あなたの教団に入れてください。あなたに従いますから。踏めるなね。はい、まあ、名前とかはそのままでいいかな。信者が生贄にされるたび信仰を失う。病気になるたび信仰を失う。逆に病気になったとき回復速度が上がる。なるほど。さあ、おお、教団の服着たね。あ、これで伐採させるか、瓦礫を片付けさせるかを決めれるんだ。まあ、まず伐採でいいっしょ。食事が必要。なるほど。
調理用焚き火を作るといい。それを使えば料理を作ることが可能だと。なるほど、待って、これか。必要なのは木材集めてもらってるから、僕が採掘しようかな。やっぱ分担作業大事だよね。さあ、ベリーみたいなやつもあるからベリー取っとこう。これ多分食事に使うんだろうな、このベリーも。ベリーの種。なんか作業遅くない？気のせいか。ちょっともう最初自分で集めちゃうか、もはや。よし、これで木材集め終わりましたね。であれば、建築の方をしていきましょう。これが多分調理用焚き火を作れるんだね。あ、どこに置きますかってことか。どこに置こう。まあ、縁から置くのが僕は好きだけどな。いや、ここはあえて、道の近くに置いちゃう？あえて。ここに置きます。時間がかかるんか、これ。あ、そんなことないな。ちょっとかかるぐらいだね。はい。神社は食事をする必要がありますが、その料理を用意するのは僕の役目。左上に、教団の満腹度が出てるんだ。で、戦いながら食料を見つけましょうと。また農作地に畑を植えることでも食料を育てることができる。なるほどです。じゃあ一旦料理してみよっか。ベリーを使ったシンプルな料理、ベリー料理ですね。じゃあこれを、あれ？あ、7個いるんだ、ベリーが。なるほどなるほど、数が足らないわけだ。じゃあもう一回ベリー取って、まあでも食事いらなくね。満腹ゲージあるわ。でもちょっとやってみたいからな。料理一回だけしよう。料理する。この緑ゲージのところでやればいいんだね。こうなんだ、次は祭壇を作らねば。その前に信者と金貨を集める必要がある。なるほど。はい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 。わしら二人の恩人である待ち受け者は4人の、まあ、僕らが信者ではあるんだよ、待ち受け者の。4人の古き信仰の死去によって囚われの身となったと。はい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 。あ、それがボスみたいな感じなのか。なるほどね。はい、わかりました。左のご飯取りたいが。お、開いたぞ。幕が降りた。あ、もう取ってんのか。で、食事が？あれ？食事は持ってない？あれ、作ったよね、でも。作った瞬間にもう食べられたって感じか。なるほどね。建築は？何ができる？信仰、これか、祭壇。お金が30いるんだ。なるほどなるほど。お金を集めるために異端者たちを粛清しないといけないんだね。なるほどね。なんか扉が4つあるのはあれか、さっき言ってたこの古き信仰者たちのやつってことだね。まずは緑から。これ行くか。お邪魔します。宵の森。なんだこれ。あ、信仰の力を借りて扉を開けようとしてる。開きましたと。行っちゃうよ。夜闇の森ですね。なんだこれ。一応ローグライクの要素があるということなんで、これがそれなのかな。吸血の斧。はいはいはい。これスキルかな、レリック的な感じかな。一旦武器欲しいね。でも斧ですね、まずは。これ両方取れるんか、もしかして。両方取れるわ。神力、異教徒倒した際に得られる正義の怒り、呪い使用時に必要となる。まあマナみたいな感じだね。神力は敵を倒すことでドロップする。それで神力を集めると敵を呪いが使用可能となる。なるほどね。辛いな。まあ移動方向に
呪いを飛ばすよって感じだな。はいはいはい。これはライフリップの効果があるから HP が減った時にも役に立つと。ちょっと一旦ここらをあれしますか。なんかここからも心力手に入るっぽいし、敵関係ないけど心力集めていこう。あと木材も手に入るしれっと。多分資源も有限だろうから、さすがに極力ちゃんと集めていきたいね。かわいいな。それにしてもこのあれだよね、ちょっとカルト地見てるけど、基本的にキャラ手が可愛いから、それでなんとか正常な感じに見えるっていうやつやね。さあ木材手に入ったので、じゃあ先進んでいきますか。アムドゥシアスを殺すって書いてある。強いんやろな、さぞかし。わ、出だしが遅いの結構きついな。よいしょー、今スキル使いましたね。さあ金貨3も手に入ったよ。強かったからな、敵それなりに。じゃあ次行きましょう。はい、早いね。まあ、ライフリップ様々ではあるのか。なんだ、ささやかれてる。これボスだ。これはどういうことだ。他の子羊同様、貴様は殺したはず。だが貴様は頑固にも我が目の前に存在している。その王冠は奴の力、まさか。だが我は強い、尻尾を巻いて逃げるのだな、哀れな子羊よ。HP が激浪なんだが。なんか左のさ、道の色やばくない？行ってみるか。あれ？あ、ショップっぽくね？子羊を称えよう。何千年も前にカードが示した言葉、もしくは未来の出来事だったか。クラウネック。私はその際に何枚ものカードを引かせてきたのだよ、子羊。だが同時に今回が初めてでもある。パラレルワールド。このカードを引くがいい。出会うたびに1枚カードを引かせてやろう。選ばれたカードはそなたに力を与える。これがレリックか、それこそ。さあ、カードを引きますよ。どっちがいいかって話かな。なるほどね。ああ、恋人を選ぶと HP が増えるんかな。で、右の死の扉は HP がハーフになった時にダメージアップみたいな感じかな。HP 増やすか、素直に。ほら、増えたね。運命はすでに語られたと。よっしゃ。そういうシステムなんだ。まあ、道中で、カードを手に入れて、まあ、自分の強化をしつつ敵を倒すことでコインや資材を集めるみたいな感じなんだね。なるべく倒されずに行きたいよな。どうしようかな。ちょっとボタン吸って変えようかな。あ、難易度ノーマルでやってたんだ。まあそれはいいや、そのままで。呪いの発動をちょっとボタン配置変えさせてください。 V とかでいいかな。基本的にキーボードだけで操作できるゲームっぽいですね。わ、なんだ。あ、 HP 回復した。追いつけない。肉、これが料理の材料なんだね。わあ、すごい、道筋がいっぱいある。これ野菜じゃね。わ、木こりもある。ちょっと木こりしよう。わっ、わっ、マジで木めっちゃもらえるやん。
通に殴ればいい気がするが。よし、オッケーかな。これで一通り通り終えてるよね。うん、良さそうだな。あ、雑草とかもあるんだ。え、じゃあ割とマジで積極的に壊していっていいんだな。把握しました。じゃあもう戻れないので、多分道はまあまあ進むしかないですね。上にコイン2倍って書いてない？これ、あ、呪い回収所ってこと。ここ通ると2倍になるだけかな。あ、でもやっぱ雑草とか手に入ってるよね。へえ。金貨2倍のバフがかかったようです。これボスじゃね？やばい、危ねえ。雑草も手に入り、念のためマジでこういうの壊しちゃっても大事だろうな。さあ、右に行くか下に行くかですが、右に行きまーす。オッケー。お、ハートも手に入ったよ。 HP でけー。じゃあまた右行っちゃおう。あ、カードだ。あれ、別の人じゃね？くだーい。うんうん、これ武器もらえるんだな。なるほどね。はい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 。これチェンジなのかな。マダンダメージアップだぞこれ完全になる。でもライフリップがなくなるのか。マダンもらってもいいけどな。いやでもダメージアップ魅力的だね。ダメージアップにしよう。あ、やっぱ交換なんだな。はい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 、まあいいでしょう。リサイクルできるんだ。あ、お金になった。へー、ええやん。オッケー、ほな行きますか。ちょっと戻って下側に行きましょうかね。よし、行くぞー。よいしょー。お、青いのも回復。あー、青青でまた別の回復システムなんだ。HP とは違う、ずれた感じなんだね。なるほどね。さあ行くぞ。今気づいたけど画面の右上に出てるわ、なんかどこにいるのかが。これがマップの構造なんだな。なるほどね。上に行くともうこれでボスかもしれんな。あ、やっぱそうだ。まだか。下にもなんか道があるが。あ、これ下に池なのか。これ壊せるかな。壊せはしないと。まあとりあえず雑草集めますか。じゃあ、オッケー、下行きます。はっ。やばい、HP が。あぶねえ。マジであぶねえ。ボコボコにされてるよ、羊くん。やばいよー。てか、今のところ信者に捕まってるやついないね。よいしょい。何？あ、レリックだ。
レリックてか武器だ。これは嬉しいね。毒を付与、手数を、はあ、なるほどね。攻撃速度、ダメージ低くない？めちゃめちゃ。今の装備ってなんだ？あ、これで見えるね。ダメージ 2.8 の攻撃速度 0.5 だから DPS 1.4 だね。見てみるか。あ、これいいな。DPS 2.6 ぐらいあるわけだもんね。反逆者のカミソリ。チェンジするか。で、こいつはリサイクルと。あ、早い早い早い。片手剣って感じの速度になったな。いいじゃん。よし、行くぞ。はっ、やられたー。何時の実は蘇るであろう。最後でやられたんだな、これ。もうちょっとだったってこと？惜しかったなー。で、手に入れたものから、一部をさっぴかれて、もう持ち帰りできると。なるほどね、ってことで、デモ版が終わりました。まあ、こんな感じのゲームっぽいですね。まあ、今みたいに、多分敵も最初は強く感じるんだけど、おそらく、どんどん信者を増やしたり、お金を経て、得て、設備を拡充したりして、どん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 やっぱ自分を強くしていくゲームなんじゃないかなと思います。ローグライクアクションっていう一応ジャンルらしいので、まあ、それで自分を強化して、まあ、ちょっとずつ先へ進めるようになってボスを倒して、また次の、エリアへっていうのかな、行ってみたいなのを繰り返していくようなゲームになるんじゃないかなと、大枠はそんな感じだと思います。はい、あれなんだな、なんか僕自身があんまり信者じゃないんだね。なんか僕なんだ、逆だ、僕自身が信者になる、あ、信者じゃねえ、教祖になる感じなんだね、雰囲気的には。まあ、もっと上の教祖がいるんだけど、なんかムービー見た感じだと自分がむしろ使われ続ける立場みたいな風に見えてたから、ちょっとどうなんだろう、どういうシステムなんだろうって気になってたけど、こういうことなんだな。はい、ということで、本日はこちらのゲーム、カルト・オブ・ザ・ラブというゲームをやってみました。はい。なんだっけ？まだ出てないです。動画投稿時点でおそらく出てないと思います。2022年の8月12日にこちらのゲーム発売となりますので、ちょっと面白そうだなと思ったらよかったら見てみてください。なんか DLC もあるっぽいね。今見てるけど。本体価格は2570円かな、現状は。で、今予約がもうできるよって感じになってますね。結構世界観面白いよな。自分が教団に祀られて、てか逃げにされて殺されて、まあ、そこからこう、なんだろう、逆襲していくみたいな感じの、まあ、物語の筋にはなると思うので、はい、まあ、ちょっと面白そうだなと思ったらやってみてください。それではご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。ではでは。